こんにちは、じんぺいです。今日は不妊治療に対してどのくらいの人が興味を持っているのかということを話したいと思います。かくいう僕もですね、結婚する前はもちろんなんですが、結婚してからも全く興味を持っていなかったんですよね。だけど実際に自分が妊活や不妊治療を経験すると、勝手なもんなんですが、なんでもっとちゃんと教えてくれなかったんだよって思ったんですよね。だから皆さんには、結婚している人も結婚していない人も、いやむしろまだ結婚を考えていないような人が不妊治療に対して興味を持ってくれると良いなと思っています。それでは実際にどのくらいの人が不妊治療に興味があるのかをデータで見ていきたいと思います。こちらは厚生労働省のサイトにあります野村総研が出している報告書です。令和2年度子ども子育て支援推進調査研究事業不妊治療の実態に関する調査研究最終報告書から引用したものになります。これを見ていただくと分かる通り、不妊治療に興味がある、どちらかというとある、この2つを合わせても 26.4% しかありませんよね。つまりほとんどの人が興味がないことがわかりますね。繰り返しになりますが、僕自身もそうだったんですよね。興味がなかったんです。だから興味がないという人の気持ちがすごくよくわかります。若くて結婚もしていなければ全く自分事として捉えられないんだと思います。だけど僕がどうしても言いたいのは、知らなかったじゃ済まされない問題というのが人生にはいくつかあるということなんです。そしてその一つがこの不妊治療の問題だということなんです。簡単な例を一つ挙げます。ぜひ想像してみてください。あなたは35歳で結婚します。パートナーも35歳です。普通にセックスしていても1年間子供ができませんでした。では不妊治療をしましょうということになりました。そしてめでたく妊娠しました。では出生前診断をしますかしませんかという話になりました。ここで問題です。診断の結果、胎児の遺伝子に異常が見られた場合、果たしてあなたはどうするのでしょうか。またパートナーはどう考えているのでしょうか。異常が見られてもどの程度の障害かははっきりわからない場合もありますし、診断結果の確率も 100% じゃない場合もあります。そんな時あなたはどうするのでしょうか。ちなみに出生前診断とは、胎児の遺伝子に異常が認められないか出生前に診断することです。様々な方法がありますので、それはまた別の機会に詳しく説明したいと思います。では先ほどの質問に戻りましょう。あなたは事前にパートナーと話し合っていなくて、このような重大な問題の答えを決められますでしょうか。もっと言えば、青年期からじっくり考えて自分の考えを持っていなくて決められますかという話なんです。いやー、漫画デスノートの L や東京大学物語の村上くんぐらい頭の回転が早い人ならともかく、一般人なら熟考に熟考を重ねてやっと考えがまとまるレベルですよね。僕も妊娠が疑われた時に短時間でパートナーと話し合いました。それはそれで非常に有意義な話し合いではありましたが、もっと早くじっくり話しておけばよかったととても後悔したんですよね。このように知らなかったじゃ済まされない問題というのが存在することは、なんとなく分かっていただけたのではないかと思います。だから僕は、いつか不妊治療や妊活、もっと言えば妊娠に関して分かりやすい情報ポータルサイトがあったらいいなと思っています。例えるなら、妊娠に関して食べログやホットペッパーやスーモのようなポータルサイトが必要なのではと思っています。そんなサイトが作りたい、もしくは誰か作ってくれないかなと思っています。それではまた。